前みたいにね、うん、でリスナーさんも昨日寝不足で疲れてるでしょ、今日もちょっと軽めにしようか、どう？マジでごめん、寝れなかった、 2,3 時間しか、配信やりすぎた、いつものパターンで、お客さんも来たしね、うん、お客さんもでこうなるんだよね、気合が入りすぎちゃうんだよね、うん、気合が、今日どうしようかな、普通に雑談する、あ、ファンマ変わりました、ファンマでもまた1週間後に変わる可能性もある、だから旧と新しいの好きな方でいいよ、うん、好きな方で、なぜかって新しいファンマ被ってるんだよ、なんかホストの人とね、ちょっと変えた方がいいね、うん、被っちゃってるからいるんだよ、うん、名前なんだっけな、朝比奈さんだっけな、そういう系の、はい、お疲れ様です、15位の人、あ、三上さん、だ三上さんも結構急上昇ね、上位だよね、なんかかっこいいよね、まあ売れっ子ホストさんでしょきっと、かっこいいっていう、あ、ミカユリちゃん、これね、あの急上昇ランキング20位以内に入ると次の日は使えるっていう、だから言うなら昨日を配信休んでるから、まあそれがロックかかっちゃってるっていうことですね、はい、リスナーさん、ちょっと正直に重大発表あります、重大発表、ちょっと言いづらいんだけど、まあ黙っとくのもあれだから、うん、ちょっと重大発表、怖い、うん、でみんなにちょっとどう思うかも聞きたいしね、うん、なんだろう、で10時半に話します、10時半に、体重多分痩せてるよ、体がバキバキだ、ほら北海道行く前に戻った、本来の体重に戻りました、95キロ台、うん、痩せてるでしょ、だから家にいたら痩せるんよ、家に、うん、はい、01いらっしゃい、みんなありがとうね、今日も、いやー、ちょっと寝れないのがあかんな、うん、食べないから、昨日餃子食ってから食べてない、でリタが飯行く、なんか買ってくるって言うから、でもいい、なんか食欲ないな、なんかね、夜中にお腹すく、でワンちゃんスーパー行ってもよかったんやけどな、今日スーパー行ってもね、3時間ぐらいしか寝てない、困ったもんでしょ、リタが今風呂入ってるんじゃない、お風呂とか、だからどうせ寝れないならね、配信しとけばいいのにね、これなんかの病気かな、この生活リズム、
自律神経がやられてるんだろうね、きっと。自律神経が。で、あの格闘家の朝倉未来がね、新しい動画出してて、格闘技を休ませてくださいって、やりたくなるまで。で、俺もワンチャン休んだ方がいいのかなと思っちゃった、配信を。みんな俺って疲れてると思う。自分ではね、あんまそんなことないんやけどもう言うなら3ヶ月とか。どう思う？じゃ、確実にリスナーさんも離れちゃうしね、あれだけど、こう毎日やるっていうのがね、まあ一つ鍵だからね、配信って。いや、いいと思って、俺がね、配信しながらどうすんの、みんな。さすがに、そんなしてる。いや、配信以外のこともしてるからってことだって、いろんなこと やっぱやってるじゃん。いや、まあ休まないけどね、まあ続けるけどあ、リサちゃんなんかレベルオフになってる。昨日レベル20だったよね。いや、待つって言うけど、2、3ヶ月も休んだらいなくなっちゃうんじゃない、誰も。10時22分か。明日23日。入院必要？それはあれ、無呼吸ね。無呼吸。いた。なんかチキンかなんか余ってるの？余ってるの？はい。それ何、俺用に買ってきたの？あ、そうなんです、僕ちょっと食べないんで。何買ってきたの？フランクフルトと。フランクフルトと七チキのなんかブラックペッパーかなんか買ったんで。へー、そういうの食うの？僕は食べない僕は食べない。豚用ってこと？違います。なんか弁当、明らかに太らせるものだよね。違います、本当違います。本当に弁当とかやったら結構あれかなと思ったんで。何？食べないって言ってはったんで。じゃあ俺ダイエットしてるのは分かってるよね。あ、それもちろん。ダイエットしてるやつに買ってくるものじゃないよね。すいません、これは間違いありました。それ何であれすんの？いや、サクッと食べる。優しさのは分かるよ、リカちゃんサクッと、はい、サクッとつまむような感じ。あ、そうです、そうです、はい。だからご飯食べないって言ってはったんで、まあ、これぐらいやったらと思って、これぐらいやったら。そうです、ご飯食べないって。ありがとう。いえいえ、申し訳ない。じゃあお腹空いたら食べるかね。あ、置いておきますね。すいません、ありがとうございます。いや、我慢できないのっていうか、あんまりそういう脂っぽいの食わないよね。あ、まあそうですよね。で、リタ君ナイスチョイスって言うけど、まあ優しさはわかるけど、痩せようとしてる人のものではないけどね。ほんまそうですね。うん、でもサラダチキンでも文句が出ちゃうし、困ったもんだよね何がいいんだろうね。だからサラダ系にします、それから。いやー、サラダ系買ってこられても。違います。いや、タンパク質はいいって言うけど、七チキとかって油もすごいでしょ。そうですね。うん、いや、サラダチキンだとパサパサすぎて美味しくないじゃん、うん、そうでしょ。確かに困ったもんだよね。蒸し鶏はうまいんじゃない、プリプリして。あ、うん、プリプリのやつはうまいよね、うん、案外。
美味しいよって、味が美味しいだけでパサパサじゃん、サラダチキン。ゆで卵もまあ美味しいけど、まあ、要するに何が言いたいかっていうと、特に食べたいものがないし食欲がない、うん、紙タバコに戻ったのかな。で、マリオさんがね、今彼女と同棲中だけど別れた、そして案外身寄りを戻さなっぽいんだよ。だからマリオが帰ってくるかもしれない、俺の元に、マリオさんが。でも嬉しいんだけどね、幸せになってほしいから複雑なんだけど、重大発表は違う、うん、個人的なこと、うん、やこちゃん、原因はなんかマリオに怒鳴られたとか言ってるけど、マリオはその怒鳴ってないと思うな、うん、今回ちょっと厳しそうだけどね、ワンちゃん、うん、でね、あの引っ越す言ってるじゃん。いい物件見つけました。借家の一軒家、借家の一軒家見つけた。でも一人で暮らすのもね、まあリタと暮らすっつってもね、いいねって言うけど、みんなと暮らすならそれはいいじゃん。うん、間取りは言えるわけないじゃん、うん、でもマリオはっていう問題もあるからね。でパルちゃんとっつって、パルちゃんも彼女と同棲してるよね。どういうことなのこれ、パルちゃんとって。やだよ、あのパルちゃんの女、うん、だってもともとうちのリスナーだったんだよ。どんな気持ちで俺一緒に暮らさなきゃいけないの。3つぐらい、それはね、一戸建てなんだから3つぐらいあるよね、うん、だからシェアハウスってもともと体の関係がある女とシェアハウスなんかしたくないでしょ。どういう神経なので、パルからしたってそんなの嫌でしょ。そう思わない、みんな。わかんないわ、そういう人の考えが。絶対嫌じゃない、うん、そんなの。おかしいよね、うん、大阪からわざわざ関東に呼んで、意味がわからん、うん、パル的に絶対無理だもんな。100無理だね、100。部屋引き払うっつってもやっぱ1ヶ月ぐらいやっぱ様子見たいっつってたよ、うん、まあシェアハウスっつうか、まあ、俺が払ってでも寂しいからまあいてほしい。でリタはね結構いてくれそうやからな。あ、皆さんね、ハートミーギフトお願いしますね。現在3位です。現在ちょっとね、上と離れてるけど最後までやりきりたい、最後まで、うん、ゼロワンと、まあ不思議とね、うん、リタはね今んとこいてくれるけど、やっぱ俺もね大変じゃん、わかんないよ、もう1ヶ月ぐらいしたら、うん、いなくなっちゃうかもしれないね。じゃあ重大発表いきますか。なんとですね、うん、ちょっと言いづらいんだけど、なんかまあゼロリスさんでちょっとちゃんと応援してくれてる人にちょっとデートを誘われました。で俺ね、デートしたことないんだよ。っ
TikTok のね、リスナーさんと。でも、まあ、来週とか、ちょっと、配信お休みの時に、ちょっとご飯でも行ってみるのはどうかなと思って。うん、どうですかね、そういうのは。マジでしたことなくて。うん、珍しく誘いがあったんで。で、年上の人ですね。40代の。どうだろう。うん、割とね、年下に誘われることあるから、うん、本当なの？嘘話してどうするの？うん、ご飯ぐらいどうなのかなと思って。誰か言わないけど。で、配信はそれしないよ。プライベートはさらさない主義なんで。うん。どう思う？うん、だから、これ言わなくてもいいようなことだけど、ちょっと今後のためにもちょっと行ってみようかなと。あ、縦イベント中？じゃあ無理やな。じゃあサービス大事っていうか、そのファンサービスじゃなくて自分自身のためにもなるかなと。たまにはね、俺もそういうのもいいかなってしてないしね、あんま。自分自身のためにならないことは、あの配信会とかお休みの時はしないですよ。ご飯食べるだけ。それは男と女だから分からんよね。どうなるかなんて。そんなもん。そうでしょ、うん、だいろんな意味でリフレッシュになっちゃうのかもしれないけど、まあね、いきなりは無理だけど。うん、縦イベント後、うん、確かに。まあ、じゃあ保留にしよう。保留に。すいません、ちょっと舞い上がっちゃって。イベントもう忘れちゃってるっていうね、うんうん、じゃあちょっと保留しときます、うん、いちいち言わなくてもいい？言わない方がいいか、そういうの、うん、どう？まあ中にはね、嫉妬する人もいるのかな、どうなの、うん、隠すと後で、隠して荒れるっつうか、悪いことでもないからね、荒れるわけないじゃん。トークンナイス、花火センキュー、いらっしゃい、こんばんは。わからない方がいい、じゃあ言わないでおくわ、こっそり、うん、こっそりするね。うん、ネタにするつもりはないんだよ。配信つけてどうのこうのとか、そういうのことはするつもりないけど、俺もね、たまにはそういうのも、はっしないと、うん、そういうので案外ね、リフレッシュできて、配信も元気になったらいいじゃん。うん、焼いちゃう。これいるね、トミーちゃんとか、隠れファン。うん、それ言わないと、ちゃん普段か出てきて、うん、それ潜ってさ、トミーさんとかさ、結構好きなの俺のことね、むっつりじゃん、嫌だとか言うあやちゃんも基本あんまコメントしないじゃん、やめてくれない、潜ってむっつり系コメントしようよ、こういう時ばっか出てきて。してます、好き？コメントしろよ、じゃあトミーも。なあ、好きな気持ちをどうやって表現するの？いろんな表現あるよね。配信見る、それはもちろんだけど、配信見るだけじゃなくてコメントするとか、うん、ね、自分の気持ちでギフトを投げるとか、そういうのでしょ。うん、
全くそんなこんな時に出てきてね、伝わらないよね。旦那が好きも聞いてないしね、うん、旦那が好き？旦那が好きで何やってるの今？旦那何してるの？ミキティさん、旦那好きがアピールするけどね、旦那さん今何中？俺のこと見てるけど。飲食店、職業聞いてない。今何してるか聞いてるの。うん、完全ロックオンだね。でリア充アピールするとロックオンする癖あるからね。仕事中深夜3時に帰ってくる、旦那が働いてる時に俺を見てる、俺と喋ってる。ミキティさんそういうことね、うん、ゼロワンの告白で胸が痛くなりました、泣いてます。何にリスナーと飯でも行こうかなっていう告白。泣くの胸が痛くて。やばいね、ほんと目覚ました方がいいで。さすがに、うん、言わなくていい、ごめんね、うん、でも断るわ、うん、ごめんね、断っとくね、うん、でもね、なんか嬉しくてさ、配信も応援してくれ、こう誘ってくれたのが嬉しい。だって誰もほぼちゃんと応援してるリスナーさんで初めてに近いかも、食事誘ってくれたのが。これ不思議とね、この3ヶ月で。結構男性はねいるけどね、社長さんとかは、うん、ね、いや断らなくても、だって泣いてるじゃん、傷ついてかわいそうじゃん、うん、またお店でも行くわ、うん、でこっそりしないよって、こっそりしないよっていうのもなんかもはや嘘になっちゃう、言っちゃった以上、次からするよ。リスナーのせいにしてる、もうめんどくさいな、言わなきゃよかった、うん、プライベートだな、確かにそうだよね、うん、好き好きとか言ってるミキティも旦那がいるし、自分らばっかリア充してさ、俺ばっかなんか孤独にするのもおかしいしね、ぶっちゃけ困ったもんだよね、それも。まあでも最優先すべきはやっぱ配信だしね、うん、そこをねやっぱちゃんとやらないといけないからな、うん、やらないと、うん、ゼロワン枠ってなんか見に来ちゃう、居心地がいいし、どんどん沼っちゃうんだよ、ゆうりさん、うん、だからサブスクでも入ってね、ゼロリスになる、うん、で今こうやってコメント拾ってもらって第一歩踏み出してるね、うん、でこの先長いしね、まだまだ道のりは、うん、これ TikTok はマジで長くなる、本当に。ゼロやっちょう、うん、旅行きたいね。ただ深夜って今心配やけどな、また女とね、うん、バンとかね炎上しなければいいけど、大丈夫そう、大丈夫そう。だって俺深夜っちょがなんかどっか服かなんか買いに行っててさ、人います、さっきから参加して困ってませんよ、ゴロが。ちょっと調子悪いかも。寝不足。でも表彰式見たけどさ、
なかなか、ゼロワンにしては頑張って爪痕残してたんじゃない？面白かったよ。つか、俺しか爪痕残してなかったよね。確かに確かに。全員帰りたい空気しか出てなかったね、あれね。うん、だから、しっかりと配信者で、振る舞った気がします。いやいや、俺はすごいと思う、本当に。うん。だから逆にね、表彰式見たよってリスナー増えましたよ。あ、そっから何？増えた人もいる？あ、表彰式良かったよ、つって、配信にね、結構顔出してくれる、いろんなリスナーさん。まあ確かに印象は間違いなく良かったよね。うん。うん、そりゃそうだわ。じゃあ、ゼロワンさん、できればですね、私、なんて1時間ぐらいになってきましたし、はい、もしよければちょっとバトルなんてしただけ、はい、いいですよ。いいですか？ないですし、行きましょう。すいません、こんな未熟な僕と、はい、本当にちょっと今弱いんですけど。お願いします。お願いします。よし、全力で行こう。すみません、本当に。誕生日お祝いバトル。ありがとうございます。光栄ですよ、このね、選んでくれて。どうですか？寝てないんすか？そうです。今20、だほんまにだ22時間50分寝てないと言ってくれ。いやー、お疲れ様です。3日いけそうなんす？今迫ってきますね。すごい。2位のバカが。これも大変です、マジで。いやー、1位じゃないですか。話聞いてた？ニーナちゃん出待ってるよねって今話してる。すごい。話聞いてねえじゃん、こいつ。楽勝じゃないですか。楽勝じゃないんでしょ、あと1時間待ってみよう。すごいわ。どういう見方したらそうなのか分かんない。それが土屋さんですわ。ほんまに。いや、すごくないじゃん。焦ってるのよ、こっち分かってもらってる。アンチだらけじゃなくて、ちゃんと愛されてるんですね。ね。しっかりとこうやって狙った時にしっかりと上位に行けるっていうのは愛されてる証拠ですよ。俺の声聞こえてないでしょ、これ、おそらく。ちゃんとメリハリつけてやってる素晴らしい配信者だと思います。俺の声聞こえてます？ね、すごい配信者だよね。余裕ですねっていうテンションで喋ってるのと、焦ってます。みんな、しっかりタップして、しっかり盛り上げていこう。ありがとうございます、そんなに。しっかりと。なんか話聞かない奴がいるんですか？しっかりと集中しよう。ちょっとしろよ、お前が一番。コラボ相手の話聞けよ、マジで。さあ、皆さん行きますよ。ぶちかましちゃって。聞いてないと断言するのは早い。ちゃんと聞いてる。聞き流してる。めんどくさいやつだな、これ。訂正してもらっていいです？うるせえよ、お前は。黙ってる一回。ちゃんと聞き流してるんで、聞いてないという判断をしたあなたが間違ってます。うるさいよ、黙りやがれ。いいみんな行くよ。3倍行くよ。3倍だってみんな行くよ、マジで。さあ、もっちゃんありがとな。ガチで行くぞ。来いよ。ああ、みんな気持ち入れろ。小僧がよ。おお、選ばれたぞ、みんな行くぞ。コアッパ。クーチありがとう、チーチありがとう、プーありがとう、ミキありがとう。来いよ。ありがとう。50秒。プーありがとう。さあ、行くぞ。出陣じゃ。チーありがとう。シンキさん、行くよ。ハルありがとう、クーチありがとう。よし、カツコ、いいぞ。シュッ、先陣切った。まだ30秒ある。プーさんありがとう、プーさんありがとう、プーさんいいよ、プーさんいいよ。そう、ミー、ナイスミー。プーさんですよ、プーさんですよ。ミー、ナイス。ラブ。まだ射程圏内。ラブ、射程圏内。ガーコレンス、ガーコ。20秒ある。20秒あるよ。アズちゃん、ナイス。アズちゃん、いいよ。ガーコさん、いらっしゃいです。そうそうそう。こっからや。ミヤキ、ミヤキ、ミヤキ、ミヤキです。ミヤキですよ。ラスト10秒、ミヤキ、ナイス。パンカ、パンカ、パンカよ、パンカよ、向こう来てるよ。強い。向こう来てるよ。ナイス。ミルさん、ナイス。ガオだ。ガオ、ガオ、ガオ。ここしかない、ナイス。うれでっナイス。いやーやっぱ、弊社長枠ついてる。トーク、ナイス。弱いけど。ナイス！キャーチャー！ホーケン！でーす！ナイス！諦めるな、諦めるか、マジで全員で行こう、ほんまに。シェリーナイス。気持ちいい！しっかり勝ち切ろう。うん、気持ちいいやつ。ユユナイス、ユユ。行くぞ。ユユナイス。行くぞ。さあ、みんな楽しみ。星ナイス。いや、強くてびっくりしたわ、強っ。は勝ってる時に強って言われる。お前勝っとる。太鼓ナイス、太鼓四味、四味ナイス。よし、コツコツ行こう、コツコツ。し、気持ち入れて。ブレスレット元気出して行こう。ブレスレット元気出してで。ブレスレット。キララ、キララです、キララです、キララです。そう、みんな、これはないぞ、差が。ミヤキ、
チャンピオン、チャンピオン、チャンピオン、チャンピオン。これはみんな差がないと思った方がいい。いけるぞ、マジで。かなり強い向こう。行くぜ。差し込み来る。行くぞ。勝ち切るぞ。OK。29秒ぐらいでね。いいぞ、いいぞ。30秒まだまだまだだよ。慌てるな。まだだぞ、こいつ。いや、配信者とリスナーのラグあるから、5秒前から30秒。うるせえ、お前は。5秒ラグあること覚えとけ。うるせえ。うるせえじゃねえんだよ。お前、ちゃんとやれ。こいつうるせえ、マジで。キアナ、ありがとうな。キアナ、いいぞ。グローブ、来てねえ。誰かグローブ。向こう来てない。向こうグローブないぞ。グローブ。向こうグローブないぞ。グローブ。10秒。バーグないぞ。バーグないぞ。バーグないぞ。向こうグローブないぞ。来ない、来ない、来ない。10秒。来ないぞ。痛い。逆転すれば勝てる。逆転すれば勝てる。いいぞ。シェリー、シェリー。元気、元気、ナイス。元気です。あ、来い、来い、来い。ホタルです。ホタルです。ホタルいいぞ。危ねえ。よっしゃ。社長ナイスね。ドボケ、呼ばー。社長入ってないわ、何も。ドボケ。ギリギリ社長ナイスだよ。怒りにナイスや。待って。ガーコナイス。嘘でしょ。トークいないとやってけないゼロレスしてんの。二人いる。で、社長が枠ついてる。社長ナイス。リリタンもいいぞ、リリタン。ゆゆ、ミカリリミ。タエコよくやった。タエコフォロー。ありがとう、タエコ。で、星、アズちゃん、ヨンミ。ナイス対決。皆さん、ありがとうございました。今、2倍でしたっけ ?3 倍でしたっけ ?2 倍、あれが。3倍。それでは、いきます。シュンシュン、ありがとう。オーゴさん、ありがとう。ラム、ありがとう。ミユキ、ありがとう。キララ、ありがとう。ブラス、ありがとう。カー、ナイス。そしてトップ3がやばすぎます。まず一人目、キキ。そしてハイボール。そして MVP、 デイズにアクション。え、ってことはそういうことやんな。3倍だったってことは、最後デイズライオン勝ってて、惜しい、マジで。惜しい、勝ってたよ、みんな。うーわ、惜しい。くそ。なんでこんなおっさんに負けんだよ。はい、俺の勝ちね。まあでも誕生日なんでおめでとうございます。さっと終わってサバサバすんだよ。はい、頑張って2位になってね。さよなら。はい、こんばんは、今ゼロマイド。こんばんは。じゃあ、夜もね、よろしくお願いします。リスナーさん、すいません。ちょっとあまり寝れませんでした。あまり。はい、お願いします。昨日がですね、お昼の12時半ぐらいまでやってました。そこからですね、ちょっと打ち合わせしてました。で、リスナーさん、前にも話したんですけど、動画の方もね、ちょっとやっていくんで、ただ踊るとかじゃなくてね。で、大体多分、12月中にできるんで、で、みんな一眼レフとかカメラも買いました。カメラも。で、あと、ワンライブで歌をやろうと思ってたのを、ちょっと深夜ちょっと、
なんか歌を作ろうかなと思ってます。はい。だからちょっと新野中がいつ帰ってくるか、ちょっと関係者と打ち合わせしなきゃいけない。日程を合わせてね。でまあ年末のマラソンもあるんで、昨日ね、つか今日の朝ね、リタ君と練習したんだよ。もう体がバキバキ、筋肉痛で。リスナーさん完全にもう疲れちゃってる。エコちゃんおはよう。切り抜きで見た？これをちょっと毎朝練習しなきゃいけないから、もう明日もなかなか取りに行かないから、戸籍投票のね期限が切れてるらしいよ。もうマジでやばいわ。また市役所行かないといけない。区役所かね。どう思う、この何でも後回しにする感じ。だから明日午前中行かないと、また戸籍謄本取りに。人気ランキング最下。ダメなんですかって言って、やっぱ、ま、真似は良くないよね。真似は。みけちゃんサムネ変えた。うん、まあまあ可愛いね。まあまあ、エコちゃんも、うん、まあまあだね。で俺もまあまあな顔じゃん。だからまあまあ仲間だね。まあまあそこそこ。だからサムネ顔にしたら俺に評価されちゃうから気をつけてね。うん、勝手に評価しちゃうから結構チェックしてる。結構、うん、これリカちゃん、これ顔じゃねえか、見えんな、うん、でまあまあって自覚あるでしょ自分でもね。さすがにね、そんな可愛いと思ってないでしょ。可愛いは可愛いけど。ひどいな、怖い。結構わかんないけど、まあまあ可愛いんじゃない？私もされてる。なんか、ねえ、まあまあじゃない？私は、いやーちょっと、これはあんまりじゃない？ごめんね。ひどい、すいません。だってわかんないよ、あんなの。みんなまあまあじゃん。ひどいって、すいません。あんまりはひどい？あんまりつらい？まあわかんないこれね。あるちゃん加工、加工つかね。日和もこれずるいよね、顔出さずに。これええじゃん。来月、今月は入れないの。みんな。400円。可愛く、山でも、あちゃん可愛いんじゃない、なんか、でもゼロリストってだけで可愛いけどな。言うて。なんだい、怒んないでよ。で、みんなのさ、結婚してる人、旦那さんとかって可愛いって言ってくれるの。それ結婚生活長い、長くてさ、ね、可愛いって言ってくれる？どうなの？みんなの旦那は言ってくれない？ミキティのコメントは無視して最初から言ってくれない。
言ってくれる、うん、再婚だからラブラブってこと、うん、なんか腹立つな。言ってくれる旦那持ちだらけじゃん、もう嫌になってくるね。まんじまるちゃんかわいい。鳥肌立つわ。何がどうしたの。他の女の子に言ってる。キリが通ります。バツイチだって俺もバツついてるしね。案外バツ同士の方が理解し合えるかもね。ね、だって離婚したくてね、してるわけな、してるわけじゃないでしょ。逆に男はね、離婚してる罰ついてるぐらいがいいよ。失敗してるし、結婚ってよほど難しいから、うん、そんなね、初婚で本当にうまくいくなんてよっぽどだよ。何でもね、人って失敗しない、成長しないからっていうなら、俺はもう成長して熟してる。もう同じ失敗はもう繰り返さない、うん、重みがあるよ、うん、だから自分がそうだから偏見はない、全く偏見は。むしろ初婚だと負い目を感じちゃうよね、うん、逆に。だから、罰ついてる方が案外いいかな。分からんけど、うん、絆見合えるじゃんね、うん、傷を。だ未婚さんだとね、ちょっとね、ちょっと後ろめたさが出てきちゃうじゃないですか、うん、あ、やっぱ頼りになる。で、バツ2だとさらに頼りになるよ、うん、バツついてると。さすがに俺ももうね、その遊んだりとかっていう感じじゃないしね、うん、言うならもう落ち着きたいんだよ、落ち着きたいの、うん、はい、リリタいらっしゃい、うん、一人が気楽で、みんなタップの人もね、みんなありがとう。ん？お出かけって何？強っ。いやー、やっぱ強いよね、ゼロリスって。いつもバトルする前、そんなに強いと思わないけど、すごいんだよね。社長が LINE ゴールに LINE 終わります。いや、マジですごいよな。で、今日も朝すごかったんだよ、無限ちゃんと。39万とか1500ポイント差で勝ってるんよ。あれもね、すごかったよ。もう感動しちゃったよ朝で。そっからもうなんかアドレナリン出ちゃって、12時40分ぐらいまで配信してるんで、もう今はまたちょっと目が覚めちゃって。どうする、あ、枠を俺設定できるんだっけ。バトルするんすか。しますよ、バトル。うん、最高だ、強すぎるわ、うん、女を食い物にしてのし上がった。まあ、食い物にしてっていうか、女好きだしね。まあ、いろんな女と付き合ってきたよね、配信者と、うん。
でも、のし上がったっていうか、やっぱ一人になってから伸びましたよ。やっぱりね、彼女作ったり、彼女と配信してるときは伸び悩んでた、逆に。じゃない、古い人。あんまりね、配信も調子良くなかったよ。一人でちゃんと配信やるようになってから伸びたんよ。どっちかっていうとね。お出かけ新鮮ですね。ジャムさん何を言ってるの？どういうこと？お出かけ新鮮って。これどういうこと？ボブいらっしゃい。これボブさんってうちの推し？ボブさん。いや失礼なコメントいいんだよ。半年くらいああね、その時はもう一人でやってたでしょ。一気にあの雑談も増えたしね、雑談も。でもちょっと外に出たい。ちょっと深夜町の旅っつうか、なんかちょっとね意識変わってきてる。外にね結構出たいかも。外に。外配信をちょっとしたい。まあ夜起きるからね、なかなかできないけど。で、ってことは、やっぱリスナーが喜ぶことをしたいってこと。リスナーがね、楽しそうにしてるのが嬉しい。だから、みんなが望むことをなんかしたい。ね。だってみんなが楽しそうにしてたら嬉しいもんな、やっぱり。ちょっと、いろんなことをするよ。で、朝のね、築地配信もするって言ってるでしょ。で、なんかペヤングのニンニクのなんか大盛りかなんかもなんかツイッターで見たんだけど、それまたバトンリレーしてもいいしね、早食い対決、そういうのもやってもいいかな。あとは早くやっぱ海外配信をちょっとしたいから、海外ね、とりあえず韓国あたりも行かないとね。やりたいことがいっぱいある。旅ももう海外行きたい。海外。で、ちょっと動画もね、編集とか頑張ってあげたりとかね。で、遊びで歌作ったりとか、結構やりたいことがいっぱいある。まだまだ頑張んないと。いろんなこと挑戦しないと。で、動画もネタを今紙に書いてるから温めてる。で、結構クオリティ高くするからね。楽しみにしてね。で、配信の動画をまあ1本か2本上げて、それは別にバズらないけど、一般のやつも上げていく。そう、楽しみがいっぱい。で、マラソンもね、まあ言うて過酷だけど楽しみだよ。ね。だって荒野と無限とね、でこうちょっとシミュレーションもしてるよね。ゴールで無限を待ってこうグッとね、熱い男の抱擁をするわけよ。ね。で、行ってこいゼロワンって言うでしょ。もうそういうのももう想像しちゃってるね。なんでいつも寝起きなんですか。まあ大体
ね、寝るまで配信して起きて配信するから、で大体元気になるのが深夜だね、うん、サブスクありがとう、ななみ。サブスク何人なんだろう、543人、減ってないわ543人で、縦イベント中に配信時間増えるから、ちょっと600人目指そうよね、うん、やっちゃう。今からエミ太郎とホテル5行った、そうなの、もうやめるわ、もう あいつと旅、結局そんなんばっかりじゃん。やっぱやめようか、もう他のメンバーにしようかな、もう、うん、もうそういう鳩が飛んでくるだけでもうどうしようもない、もう、うん、なんで、うん、でも別にね、まあ最近クリーンちゃクリーンだけどね、うん、やっちょ一人で、あ、そうなの。やっちょが落ち着いたらちょっと話がある、やっちょとね、うん、違う違う、あちゃん、こうやくんとか無限って言うけど知り合って間もないし、それ多少緊張するから、新やつみたいにね、付き合い長かったらいいじゃん、うん、時間かかるよ、うん、そこがいいんじゃん、緊張するじゃん、人見知りやからなね、人見知り、うん、時間かかるんだよ。あ、ツイッチやるんだ、何のためにツイッチやるの、秘書さんの投稿、うん、ちょっとそれ見てないな、うん、仲良く、でも仲良く徐々になってきてるよ、うん、ちょっとずつね、チューできるからだって、何を言ってるの、この人、チューできるから、え、あ、そういうこと、気持ち悪い、二人でホテル行ってツイッチに変えてってこと、うん、だからバンに、 TikTok じゃバンになるような配信をするってこと、うん、え、なお疲れ様、そう、うん、困ったもんだね。確かになんか閲覧はね増えるかもしれないけど、自分を応援してくれてる人が望んでるかどうかじゃない、うん、そこだよね、なんでそこに目を向けないんだろうなっていう。特にギフト投げてくれたりサブスク入ってくれてる人って、そういう人のおかげで生活できてるから、特にそういう人の気持ちわからないとダメじゃん。で、ルイジさんもね、新やっちょの元カノと付き合ってるでしょ、うん、だからよく考えて、ルイジが新やっちょの元カノのカノちゃんと付き合ったんだよね。で、エミ太郎ちゃんがね、10万円新やっちょに振り込んで来てと、で、対抗してるような気がしない？うん、対抗、
最近やっと、でもクリーンじゃないよね。クリーンって俺じゃん。旅終わったらちゃんと家に帰ってきて、リスナーと向き合う時間を作ってね、配信するって、うん、今までのやっちょに比べたらクリーンだよってことでしょ、うん、でも今の流れ的なやつクリーンだってクリーンじゃないよね、うん、マイナスから始まってるからクリーンに見えるだけだよ。でも今やっぱランマルさんがやばいね。毎日警察だもんね、うん、今ランマルさんが結構やばい気がする、うん、あれ運営さんも対応しないのかな。毎日警察来てるよ。うん、だって TikTok のイメージだだ下がりじゃん。ねえ、キー様。毎日ね。だから、多分、アンチの人が近くの交番とかに連絡して、で、警察って連絡来たら行かないといけないんだよ。もう通報があった以上、動かなきゃいけないんだよ。だからもう、ああやって対応するしかないの。もういい迷惑だぞ、あれ。本当に。そう思わない、みんな。ああまたいつもの人かってなるからね。で、通報あった以上動かなきゃいけないから行くし、配信に移されるし、いや警察とかいい迷惑じゃん。あれをちょっと対応した方がいいんじゃない、普通に。ちはさん、バトリック、ちょっと、ちはさんちょっと保留して。ちはさんするバトル。今、申請来たけど。うん。普通にね、なんか厳しくなるって話もあったけどね。ハートミーお願いします。ハートミー。うん、でみんなさ、今度人気上昇中、もうここぞって時に、あの24時間配信やろ、うん、もうそれで本気で狙いに行こう。俺割とね、これ今日も本気でやってるんだよ、長時間やってね。でもこの本気じゃ勝てんから、マジでもうそういう日を作る。どっかでね、うん、で あらかじめこの日行くっていうのを決めて行こうよ。もうそれぐらいやらないとダメだ、うん、癒しになりました。今日もゆっくりしてってね、みんなね。ちょっとね、眠たいけどね。いや、深夜ちょもフォローしてあげて、ニチャさん。だから、どっかで上昇中のガチ日を作ってもいいかもね。どっかでね。大好きだよ。なんか授賞式から結構キラコメ増えてる。うん。みんなそんな気がしない？昨日もね、結構キラコメがあるんだよ。うん。ちょっと流れが変わったな。旅して授賞式だから、なんかちょっといろいろ試みた方がいいかも、この TikTok は。うんね、確かに、うん、これ嬉しいよね。キラコメ嬉しいっつうかね、いろんな人がコメントしてくれるの嬉しいよ、すごく。うん、うん、
おきい様もそうだしね、うん、だからね、あのサブスクじゃない人もいろいろ気軽にコメントしてくれて嬉しいよ。だからあのリスナーさんを大切にするって大切に思うことじゃんね。大切に思いたいなって思う。で大切に思えば行動にもね変わってくるし、うん、ね、はっきり言ってね、あの自由気ままになんか守るものもないのかわかんないけど、あの女とねホテル行ったりとか、それで普通に配信やれる人たまにねちょっといいなと思う時もある。これはねぶっちゃけ、うん、いいなとか、でもやっぱ踏みとどまるよね、うん、それはね俺も男やし、うん、そうでしょ、うん、ピークありがとう。ぶっちゃけね、うん、あと器用にできないしね、うん、もうちょっとお預けしとこう。ゆるキャラ感だったらもっとニコニコしてた方がいいんだけどね、うん、プライベートもそんなないしな言うて。だって起きたらリタが配信してたりとかするじゃん。だってみんなさ配信外案外見れるからね、こうリタの配信とか見てると。本当だよ、うん、起きたら配信ついてたりするからね、案外ないよプライベート、うん、ゆうかいらっしゃい。かっこよかった。もう俺かっこいいわ、もうこれ間違いない。昨日からね面白かったっていうよりかっこいいが多いから、かっこよかったんだ俺は。かっこいいで、スーツも似合う、もう最高の男だね。サブスクありがとう。これかっこいいんだわ。うん、一人や二人じゃないもん。何十人に言われてるから。かっこいいよ。うん、そうだ、そうだと思うよ。だって昨日からずっと言われてるもん。お世辞じゃないよ、さすがに。レイコさんと会ってほしい。だってもううるさいじゃん、レイコさん。テンションついていけないわ、はっきり言って、うん、ゼロワンに、嫁ぐわ、うん、じゃあレイコさん久しぶりに今度バトルしようよ。ずっと絡んでないからね、レイコさん。最近ね絡んでないじゃないですか、うん、で新八丁は九州行って大阪行っちゃうの、うん、あの人忙しいよねなんだかんだ、うん、あの一緒にね歌やりたくてどっかで会いたいんだよな、うん、はい、サチちゃんよろしくね。サチちゃん大切大切、うん、サチちゃん、サチちゃんフォローありがとう。サブスク、エコも偉いぞ昨日からコメントしてね、
明日夜配信するから OK。 うん、明日ね。で、明日は23日だから明日はね、まあ縛りなく自由にやろう。で、23日もう明日行くわ、築地。早起きして祝日でしょ、明日の朝築地行く。 OK、 朝集合。うん、もう今日寝不足だから早めに寝て朝から築地配信走って、こっから築地どれぐらいかかるんやろ、ちょっとみんなの喜ぶ顔が見たいから外配信頑張るわ。本当はな、家で楽したいけどな、ちょっとやってみるわ、そういう外配信も。築地市場12キロ、車で24分。明日やってるよね、みんな。明日祝日空いてるの、ちょっと調べてくれない、みんな、ごめんね。車で30分、祝日休み、せっかくやる気になってるのに。まあ無理なら24日。うん、いやね、みんちゃんはネガティブなこと言うときあるよ、拗ねたり、うん、っていうか24にする。うん、リリータもありがとうね。いや、せっかくやる気使えな、このやる気は結構続くよ。うん、続くと思う。いや、割とガチでもう TikTok 始めるって言ってるじゃん、あれ、ふわっちのね、スパークっていう格闘技が終わったら。それは嘘偽りないから、本当に、うん、本当に頑張りたいと思って。でこれはね、みんなのためって綺麗事じゃなくて、やっぱ自分のためやから、自分のために。うん、いや、ちょっと歩くかね。いや、縦イベントだから、縦イベントだから午前中ね、築地行ってそっからやってもいいし、うん、でトレーニングも頑張ろう。うん、ちょっと痩せよ、さすがにかっこ悪い姿見せれんからな。うん、で大晦日もね、みんな合間に見てもらってさ、こいつ頑張ってんなって、そういう風に見てほしいからね。こう誘ってもらえるだけ光栄なことやから。うん、やっぱり何でも挑戦しないと、挑戦ね。あの、挑戦する、そういうね、まああれをいただいてるからね、チャンスを、リスナーさんに。だってこんなにギフト飛ばなかったら、もちろん生活するために仕事もしないといけないんだろうし、仕事したら好きな配信も制限されるしね。みんなが応援してくれるから何でも挑戦できるわけじゃん。うん、でやっぱりそういう配信のことで挑戦したい。いや、俺もね、憧れるんだよ。なんか事業して成功してさ、やっぱ社長さんも多いじゃん、TikTok。そんなね、社長になりたいなって、男なら誰もが思うじゃん。でも、やっぱね、配信、いろんな配信を挑戦したい。言うなら、そういうとこはやっぱ新野町に似てると思う。やっぱ、うん、新野町に、うん。そういうことをちょっと挑戦していきたいかな。あの、会長とかにね、絶対ゼロワン今のうちに事業やって何か手に職つけた方が絶対いいって、それ分かるんだよ、すごい理にかなってるし。うん、まあでも俺はいい。で
配信うまくいかなくなったらもう終わりでいい、うん、それぐらいのプレッシャーとリスクを抱えながらやっていく、うん、そっちの方が力入るじゃんね、うん、オワコンになったらねもう終わりなんやから、うん、そういう今考えかな、うん、あとちょっとね動画もちょっとね頑張ってみてやろうかな、うん、うん、死ぬまで、まあ、できたらね、もうなんかオワコンになってさ惨めな姿見せるぐらいならそこでスパッとやめる、そう なる前にもやめるかな、うん、もういよいよだなって、うん、だから閲覧ももう300切ったりとかもうそこまで行くともう俺はちょっと考えちゃうかも、うん、ないからって分かんないよ、うん、TikTok でも結構多いんじゃない？なかなかうまくいかなくなるの、うん、それはね閲覧なくなったりとかそれでもね応援してくれてる人いるだろうけど自分自身が嫌じゃん、うん、興味がねやっぱなくなるのが一番辛いっしょ、うん、リスナーさんからのまあやめたところで何するかわかんないけどね、うん、まあ紐になります、うん、紐にでホストも無理だから MJ ちゃんいらっしゃい、うん、紐にもうそれしかないよもう生きていくうん、金持ちはいる。だ S 社長のカバン持ちとかやらしてほしいけどね、うん、できたらまあいらないか使えないし、うん、なことは冗談で言っててまあなる気はさらさらないしねずっとやりますんで、うん、そんな気はさらさらないし大丈夫。俺は。いや、マジで3時間しか寝てない。秘書したい社長の、吉社長の、ええ。ゆりたん、だって仕事を、今の仕事はどうすんの？ゆりたん。寝てよ、寝るよ。ちゃんと、ね、配信して、寝るの。で、明日、築地ってやってないの、みんな。予定変わってくるな、うん、戻ってきますどこから寝てよってまあ12時ぐらいになったら寝ようかな明日やってないのかな今から寝たら朝起きれるからね朝からでご飯食べずに寝たらお腹ペコペコじゃん明日お休みかどうするリスナーさん明日の予定どうしよう明日はね別に配信休む気ないからな休んだばっかりだし、うん、カレンダー休業日になってる明日朝からやれることなんかある、うん、朝からやれること。まあトレーニングだね。うん、トレーニングやって。うん。ラジオ体操は今日朝やったけど、野球の練習。ああね。
やトレーニングつったって走って腕立てとかだよ。地味だよ、地味。クッキング、うん、まあラーメン替え玉企画とかね、うん、まあ結構空系はやっぱ強いからな俺、空系は、うん、クッキング。あ、ウニッチ、うん、浅草食べ歩き、ちょっと外配信したいな一人で。膝やばい、もう本当に困ったもんだわ、うん、なんか足の指を曲げたらなんかすごいつる。痩せて、分かったよ。じゃあ食べる系じゃなくて、うん、何する、まあいっか、雑談しよう、雑談。ランニング、もう分かった、カフェオレちゃん、もうあれもこれも言い過ぎ、も頭がパンクする、やめて、もう買いに行くの分かったって、もう朝からずっとあれあれこれあれ、もうほんとやめて。カラオケも分かったって言ってるじゃん、もういい、うん、もう限界来てる、もうほんとにやめて。小銃とか多すぎるとか言って、うん、これもね、小銃とするのも心配して言ってくれてるって分かってるけど、なんかお母さんみたい。なんかお母さんって好きだから言ってくれるじゃん、あれもこれも。それは分かってるし感謝してるけど、イライラするよ、うん、これ分かるでしょ、いい例えでしょ、うん、愛があるんだよ俺はね、リスナーさんに。でももううるさくなる、うん、だからあんまりあれもこれも言わないで、ちょっと、うん、気にしてるのは分かってるけど、あれもこれも言われてもできないじゃん、そうでしょ、うん、だからうるさいやつ多いんだよねとか言って、うん、幸せなのかな、うん、ね、思ってくれて言ってるんで、ね、感謝しかないです、すいません、ちょっと口が悪くて。で息子じゃねえし、これ37歳だし。あの日よかった、なんかまた表彰式出たくなっちゃうよね、うん、表彰式彼女いないの？いると思う、うん、なんかいるかもね。オールスターのやつ、オールスターが分かんないよね、うん、いない、分かんないよ、実はいて、すごい一途でね、ずっと一人を思い続けてるかもよ、案外。でもね、俺この年になって分かるのが、やっぱり人のための方が頑張れる、何かのため、自分自身のためってやっぱ限界が来ると思う。みんなそんな気がしない？みんなもなんか家族のためとかさ、なんかさらに頑張れない？やっぱね、自分のためってやっぱ限界来る気がするな。で俺自分のためだ、ためもあるんだよもちろん。自分のためだけだったら別にもう普通に生活も困らないしさ、うん、ね、別にまったり生きていけるもん。まあね、将来不安だからね、今のうち頑張った方がいいけど、リスナーさん、俺ね、あの
どんどんね、まあすごいムカタンとかさ、すごい人いるじゃん、上には上がね、まあ、そういう人たちに比べたらもうね、全然ね、比べ物にもならないけど、こんな俺でも徐々にね、ちょっとずつ大きくなってきたんだよ。本当に初めのことを思うとね、ふわっちからやってて、徐々にだから、どんどん成長する姿見せるから、あのゆっくりかもしれんけど、もっと頑張るから。で、動画ももう言い訳してたけど、動画もちょっと頑張ってみるからさ、動画もね、まあおじさんやけど、やっぱやらないと何も始まらんから、うん、だってね、まあ今もう20代とかさ、すごい成功してる人たくさんいてね、どっちかっていうともう TikTok の中でおじさんじゃん、うん、でもリスナーさんも同年代多いし、言うならね、目上の方も多いから、うん、俺頑張るわ、みんな、うん、あの同年代とか40代50代の人も勇気づけれるようにね、うん、海いらっしゃい、あの1年ごとに絶対成長してる姿見せるから、うん、間違いなく、これはね、約束する。うん、あの来年になってね、分からんけど、ギフトがあんま飛ばなくなったとしても、確実に人としては絶対成長してる、成長しようと思う。いや、もうそういう気持ちやからな。だからこそ推しを変えたいんよ。炎、最近ね、結構気持ちが熱いんだよ。海ちゃんありがとう。おー、海ナイス。海ありがとうね。ありがとう。メラメラしてるよ。じゃないと、俺みたいなやつがあんな、北海道で毎朝ね、早起きしないから。うん、メラメラしてる。で、ちょっと縦イベント後ね、ふわっちばっかやってたしね、負い目も感じてるから、ちょっと一気に取り返したいから、うん、あ、マグカップ今作ってない。で、またサブスクやった時にパーカープレゼントするね。パーカーとか、うん、なんかグッズをね。で、リスナーさん、まあ一応あのふわっちで重大発表するネタがあります。うん、縦イベント後って大事だったけど、俺その分ね、ふわっちをずっと犠牲にして縦イベント10日間出たから、あれはね、言い訳だけど仕方なかったんよ、さすがに、うん、で盛り返してね、向こうの見てもらった人は企画後やっぱ成功させたから、うん、だから完全に俺の都合なんだよね、うん、リスナー化したら知らんっていう人もいるけど、まあ俺の都合だからね、それは申し訳ない。重大発表あるよ、うん、なんでフワで、まあいっか、フワッチはね、まあ短時間だからなんか報告するように、そういうふうに使ってるんだよ。なんだ、聞きたい、リスナーさん。まあ大したことじゃないっつうか、うん、まず元エッグモデルの川端かな子ちゃんから LINE 来ました。はい、これ読み上げさせていただきます。有名人から LINE 来ました。今朝はお邪魔しました。まさか認知してもらえたなんて嬉しかったです。表彰式見ました。またお邪魔させてもらいますと。
すごくない？川端かな子ちゃん、元エッグモデル、まあすごくないか。でこれはどうだ。俺車買うっつってたじゃん、車をね、うん、車を。でルーミー辞めました。ルーミー辞めた。もうあの車買うってなってて、なんかルーミーがなかなか探せんっていうから、もう気が変わっちゃったんだよ。これ気が変わるあるあるない？なんか買うって決めてたんだけど、1週間経って気が変わっちゃう現象ない？なんかの拍子に、やっぱこっちの方がいいかなっていう、ある？俺気が変わっちゃったんだよ。で急遽買う車を変更した。それを発表しようと思う。でこれは基本的にあのマリオくんっていうね、まあ、うちの社員さんが管理してたまにねこう来てくれるじゃん。まあだからそんなねいい車じゃないと思ってたけど、これを見せます。はい、でん、あのまたプリウス買うことにしました。でちょっと型を新しく、型が新しめのプリウス買います。どう、かっこよくない？これ買うからもう決定ね。買います。これで走行も、走行距離も 2万キロぐらいで、でちょうどあのなんか新しい車って減価償却って言って、なんか税金がね、あのまあ何年かに分けて払わなきゃいけないんだけど、まあ今年中に落ちる、まあ4年落ちだっけな、なんかそれぐらいのこれにした。無限さんと同じなの。真似するなって言われちゃうじゃん。でもこれでいいかなっていうプリウスで、で来月ね、まだねみんなに応援してもらってたら、まあ、自分にご褒美買う、まあ、そういう予定でいこう。燃費いいし、あプリウス恐ろ。でプリウスってイメージが悪いんよな。だから価格的にも乗りやすいね、若い子が乗るからなんかイメージ悪いけどね。でやっぱプリウスのイメージあるしね。こっちの方が良くない？で買う予定だったルーミーはね、なんかこれなんかもうダサいなと思っちゃったもん。ダサくない？なんか、アルファロとかね、ちょっとマリオに管理させるのもちょっとあれかなと思って。でなんせ家バレしてるしね、もうすべてさらけ出して配信してるから、もうそういうのも良くないよね。で TikTok は引っ越したらなんか新居公開とかして、それでなんか特定しようとしたりする人いないの？こっちのサイトは、俺が今までやってたサイトはね、もう新居公開っていうともう2時間ぐらいで家バレたりするんよ。こういうそういうなんか文化ない？本当そうなんだよ。そんなことする人いない？でこの家もなんか新居祝いに新家賃来て映すなっつってるのに外で配信しやがってバレたんだよ。マジでやばいな。もう思い出したらまあいいか。
人をネタにするサイトじゃないね。見てた？優香その時から見てたの？確かにそうだな、前のアカウント見ると、うん、子供がいる人向きだからちょっとルーミー旧車窓みたいな作ろうと思ったけどもうごめんなさい、うん、向こうでやったら特定される。だから割と やることいっぱいあるでしょ。みんなやることをどんどんこなしていかないと、うん、でも本当楽しいんだ今いろんなことやってね。で TikTok もやっぱ挑戦して楽しい。ちょっとねワクワクする。だって昨日も12時間やってるじゃん。もう楽しくて仕方ないんだ多分、うん、あんなできないからね。でずっとやっぱ雑談長いからずっと喋ってるんだよ。たわいもないこと、うん、こんばんは。楽しかった。でも昨日ちょっとムカついたりして変な雰囲気にもなってたよ枠ね。で俺赤ちゃんにちょっと八つ当たりとかしちゃったり、ああいうの なくさないとね。うん、そういうね時間ってあったね、うん、名前呼ばれたの？コトコありがとうって言った気がする。なんか投げてくれたよね。海ちゃんナイス。海ちゃん、うん、八つ当たり怖い。八つ当たりはマジでダメ。でもその八つ当たりするっつっても、あの冒頭に俺が悪いからみんな悪くないんだけどから始まってるからね。自分では分かってるんだ、うん、自分ではね。ということで皆さんラストバトルして寝ますかね。ちょっと寂しいけど、うん、で、あの、無理しないでね、うん、縦イベもね、控えてるし、縦イベも無理しないでね、うん、ちょっと俺が無理する。みんな、気楽にね、気楽に。あの、1年後も同じメンバーで雑談できてるように。むしろ同じメンバープラスリスナーが増えてね、さらに楽しく配信できるように、まあ、それが、ね、一番の目標やから、うん、祝日もやってる。明日やってたら行きたいんやけどな、うん、だって今から寝たら多分遅くても10時には起きるよ。10時には、うん、いや寝れると思う、うん、で結構眠たいもん、うん、海ちゃんありがとう。タイトルギフト、これ何この紫色に光るやつ、なんか何これ紫に色に光るやつ、何これバラを43個、なんで紫に光ってんのイスラーさん。ももパンマンありがとう。なんでなんでかな。新しい機能で縦イベントにも導入されてる。タイトルギフト贈呈者、海ちゃん教えて。何？大人になるまで。うん。じゃあエマ、大人になってきたら教えて。最近大人になってきたねって。そう思ったら。
赤ちゃんなんでしょ。うん、うん、縦イベントでタイトルギフトは12倍のポイントだとかいう噂が、うん、頭取さんから申請来た。一般の飲食店はやってるみたい。一般の飲食店、築地市場に並んでる飲食店がやってるってこと？ゆきさん、ギフトギャラリーにあるギフトを送るとタイトルつく。ギフトギャラリー難しいな、難しい。ゼロワンのプロフォーを押すとギフトギャラリーが出る。縦イベントを 1.5 倍が12倍になるってこと？海ちゃん、ちょっと難しくない？鍵ついてるギフトかな。場外だったら行く意味ないからね。うん、どういうこと？リスナーさんも覚えることいっぱいあるね。かっこや、すいません、もう謝っちゃうわ、かっこよくないから。うん、かわいい、すいません、かわいくないから謝っちゃうわ。もう謝らせたくない人は褒めないでください。もう申し訳なくなっちゃう。俺は大したことないけど、よく見せるのがうまいんじゃない？きっとそうでしょ。マーシーいらっしゃい、ありがとう、送りました。ポクさん、右上のバラ、もしくはよかったらね、人のリスナーモデさんだけど、みんな目通してみてね。こんばんは。じゃあラストバトル、パチパンチさん行こうか。パチパンチさん、パチパンチさんやってる？パチパンチさん行く？でも12時に終わろう。またね、なんかここに猫ついててキーっていう人から来るから、そろそろこの時間帯。そうでしょ、ムーンに。うん、またキー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 騒がしくなってくるから、ちょっとパンチとやってね、早めにちょっと終わろう。明日はね、配信早いよ。うん、配信でワンちゃんトレーニング配信はサブスク行くかも。会いたいの？強いぞ。会いに行く。リリタンが言うなら。